タト君、天の井さんのことについて聞かなくていいのでしょうか。するけど、どうせ身内でしかまともに話せないところを披露して余計に情けないところをことかに見せちゃうんだ。すごいすねてる。それくらい気にしないのに。情けないなんて思いません。苦手なことは誰でもありますよ。むしろタト君にも苦手なことがあってむしろ好感が持てましたよ。ことかは優しいなぁ。とりあえず放火さんの連絡先知らないから母さんに聞いてみるよ。アルジ様、私予想できるんだよ。絶対勘違いされるって。母さん、夜遅くにごめん。あさと、どうしたの？今日の試合見てたわよ。あの放火を倒すなんてさすがね。お父さんから聞いてたけどまさかここまで成長してるとは母さんでもさすがに。前回は負けたけど次は勝つんだからうっち。負け惜しみとかダサいわよ放火あんたも年なのよ。いい加減隠居しなさいよ。なら誰かいい人探してよ。アラサーの女を欲しがる男なんて。うわーん、うっち。もしかしてそこに放火さんいるの？いるわよ、せっかくだしね。毎晩ホテルで酒盛りよ。お姉ちゃん男を、浮気だって東屋兄さんに言っちゃおうかなー、うっち。で、あんたがドギマギしたパトからよ。なんだったら私がパトを紹介しようか。パトくんがかわいそうよ。年齢も倍違うおばさんの相手をするなんて。それにパトくんの周りって若い子ばかりじゃない？おばさんなんか興味持つわけないじゃない？放火をどうにかしなさい。36歳なんて誤差よ。母親命令。年度とさえ。この夜払え。とりあえず放火さんがそこにいるなら代わって、ちょっと聞きたいことがあるんだよ。結果から聞いてたけどさすがね。今日接点を持ったから即攻略に入る。東京に来ても敵襲来していてあげあげね。いや、知ってるなら別に母さんでもいいけど。パトくん、あまりおばさんをからかうと本気にするんだからね。賞味期限近いからね。私も必死になるわよ。うっち。いや、天の絵関係で聞きたかったんだけど。天の絵、私の旧姓がどうしたの？天の絵かなでって知ってる。母さんとか放火さんの特徴と似てるから無関係とは思えないんだけど。天の絵かなで、どこかで聞いたような。天の絵かなで、姉さん代わって。もし、私放火だけどかなでがどうしたの？うっち。あのですね、今日かなでさんが悪神教に誘拐されたところを僕側の仲間が助けたんです。それで今は僕の取ってる部屋の旅館で意識が戻っていないのでそのまま休ませているのですが。意識が戻ってないって変な後遺症があるってこと、うっち。いえ、僕の専属医師がそれらを全部治療しましたので、そこは問題ありません。ですが天の絵で誘拐事件となれば放火さんは何か知らないかなと。ちょっとそっちの旅館に行っていいかしら。ちなみに施設の人には連絡したの、うっち。はい、一泊の了承を得ています。あと、言ってくれれば迎えに行きますよ。かなり飲んでるでしょう。危ないですよ。なんのこれ式よ。旅館名教えなさい。文字通りまっすぐ行ってやるわ。うっち。あと、迎えに来て、今の放火を絶対に一人にしたらいけないわ。器物破損と一般人に怪我させる可能性あるから。歩く人間ブルドーザーかよ。とりあえず行きますんでそこで待っててください。よろよろー、うっち。酔っ払いはめんどくさいな。本当。聞いた感じ迎えに行くの？主様。ああ、見える。悪いけど同行できる。最悪アルコールを飛ばしてくれ。話にならなかったら元も子もないからな。では私は奏さんのそばにいますね。目が覚めて動揺するかもしれません。頼む。それじゃあ行くぞ。待ちくたびれたわ。うっち。さあ行くわよ。うっち。母さん、この人何考えてんの？若い子の泊まっている旅館に行くのはそういうことだからって。聞いたわよ、うっち。東京来てたくさん女の子夢中にさせてるそうじゃない？あのバハート隊長も夢中らしいし、うっち。させてたいなぁ。そんな性を持て余してる若い子のところに行くのよ、うっち。そりゃあ未経験でも年上なりの余裕ってやつを、うっち。見せないとダメってもんでしょう、うっち。あの、奏の件覚えてます。その子も大事だけど私も大事なの、うっち。見える、カモン。はい、アルコール抜きますからねー。いやー、今日はかなり悪酔いしてるわねー。まあ、2回戦負けって今までの成績に比べたら過去最低だから悔しかったのかもねー。やけ酒ってやつ。母さんが変な挑発したからだよ。悪酔いもあるけどさ。ごめんごめん、この件放火もかなり気にしてた案件だからぜひ教えてあげて。はいはい、もう変な悪ノリはやめてよね。放火も案外まんざらでもなかったんだけどなー。あの、その、見苦しいところを見せちゃったわね。忘れますよ、やけ酒だって聞いてますし。そうね、世界三強とまで言われた私が2回戦敗退、情けなさすぎて。もちろんパト君が強かった、予選からの戦い方を見ても偶然じゃないのはわかるわ。でも今日の試合でも私もやりようはいくらでもあったのに、それを全然活かせなかった、それがすごく悔しくて。そうですね、勝負ごとで勝敗とはずくいや反省が残る試合ばかりです。
予選ももっと自分から仕掛けていけばあれだけダメージも受けなかった。一回戦は逆にもっと様子を見て、今の力を試すべきでした。放火さんとの試合に関しては、反省ばかりです。俺自身の作戦は全て読まれ、結局土壇場でなんとかなっただけ。戦術や流れ、技の応用力や知識全てがはるかに劣っていた。運よくあの体勢に入れたからたまたま防げたに過ぎない。そう思っています。浮かれていないのは大したものだわ。普通は私を倒した時点で満足すると思うのだけど。そうも言ってられません。アランさんには借りがありますし、つくよみさんにも決勝まで行くって単価切ってますからね。そう？つくよみ隊長も意識してたし、何かしらの因縁があるのかしら。パトくん、思ったより早かったですね。案外近くにいたから助かったよ。因縁すぐわかったわ。娘とやれたのね。こんな夜遅くに未成年の子が旅館にお泊まりなんて。18なので問題ありません。今この国は18歳で成人ですからね。でも学生でしょ。親が心配するでしょ。学校は辞めてますし、親からも離れています。私はもう自分の意思でこの人のそばにいるので、何も問題ありませんね。やだ、今日つくより隊長が調子悪い理由わかっちゃった。絶縁されたのね。哀れ。とりあえず見てください。近くで見ると本当、綺麗な子、天野への血筋なんだってすぐにわかるわ。天野さんは奏さんのこと知っているのですか？実際に会うのは初めてよ。だけど個人的には知ってたわ。この子が独立したら私が保護しようと思っていたの。親戚ということではないんですか？そうね、同じ天野だけど違うわね。この子は天野一族でも族長クラスの大物の子。私とは比べ物にならないわ。パト君の母親や私の親は武力派のトップ、この子は権力派のトップ、いわば騎士長と王様という関係になるの。ということは、奏さんってお姫様ってことなんですか？そうね、だから保護しなければいけなかったの。でもおかしいですよ、ならなんで奏さんは養護施設にいたのですか？私たちの一族は、もう滅んでいるのよ。そうね、20年以上前ね、その時に天野一族殺害があったわ。八神柱、と呼ばれる日本代々に伝わる一族がいるのは知ってる？いえ、聞いたことないです。あなたも無関係ではないのよ。日本には大きく8地方に分けられてるのは常識よね。北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州。その各地方に分かれて日本で最も神の恩恵を受け、特別な力を持つ一族を八神柱、と言われているわ。あくまで各地方で一番だから実力や勢力に偏りはあるけどね。その中でも実力、権力すべてを持ち合わせている一族が、近畿、天照家。天照大神の恩恵を受けた日本最強の一族、その当主である天照、総選もこの日本を裏で支配しているとも聞く、大物よ。そしてその天照家に仕えるのが天野家。昔からの決まりで天照の男児は天野の娘を嫁にもらい、一族を維持する。つまり天照家はほぼ天野家でもあるの。だけど、天照家は過去一度も表に顔を出さなかった。常に表に立つのは天野家。だから20年前、標的にされた。それが天野一族集団殺害事件。天野家を潰すのは必然的に天照家を潰すことにつながる。天照大神様に愛される血筋を汚すわけにはいかない。天照家は絶対に天野家以外を一族として迎えるわけにはいかなかったから。そんなことが。私は天野と言っても根血、純血ではないから相手にもされない。霊華姉さんは殺害対象から離れることも考えて天野を捨て引き家に入った。実質の全滅、そう思われていたけど、最近この子が見つかった。この子は純血の天野一族の生き残り、しかも天野の権力派の娘、となれば天照家や20年前に天野一族を壊滅させた悪神教、それらが黙っていないわけね。せいぜいこの子の未来は、天照家の子を産むだけの非人道的な扱いを受けるだけ、もしくはもしかしたらいるかもしれない天野一族の男性の子供を産むだけの存在。どちらにせよ、この子の幸せとは程遠い。そして今回の誘拐。時間がないの。私はこの子には一族関係なく幸せになってもらいたい。だからこの子を守る、そして愛する異性と結婚し、天野ではなくなれば一族のしがらみにも囚われない。霊華姉さんがうまくいったのだからこの子も絶対に助ける。もう不幸な天野一族を出してたまるか。せいぜいこの子の未来は、天照家の子を産むだけの非人道的な扱いを受けるだけ、もしくはもしかしたらいるかもしれない天野一族の男性の子供を産むだけの存在。どちらにせよ、この子の幸せとは程遠い。そして今回の誘拐。時間がないの。マジか。この現代でもそんなことあるのかよ。フェミ激怒案件じゃん。フェミぶつけようぜ。
今日話した限りだと案外奏さん的にありな人生じゃないですかね。私は殿方にたらい回しにされるのですか。なんという人間軽視ですが、なぜでしょう。そんな非現実的で非人道的なことなのに、体が興味と好奇心に駆られそうなんです。とりあえずお試しですね。本当は嫌ですが、臆測で決めてしまうのも相手に失礼ですからね。それでその会場はどこなのでしょうか。そしてそんなことを言わないことを願いますよ。そうなったら天野さんがすごく報われない気がしますので。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。